ピア関西版ウェブをご覧の皆様、総理の安倍でございます。自分で言うのもなんですが、菅官房長官です。総理、早速ですけど総理にご報告があります。お願いします。はい、今ね、野党はアベノミクス失敗だ失敗だって言われてますけどね、アベノミクスはね、失敗じゃありませんよ、うん、うまくいってないだけですよ。いやいや、何言うんですか。あ、そのうち届きますからね、これ延期してるだけですから大丈夫ですよ、総理、景気を浮遊させるためにですね、私、簡単な資料を作りましたんで、ちょっとこれ目を閉じて、あ、すいません、違う資料持ってきちゃった。え、TPP の資料持ってきちゃった。いやいや、それ見せたらまずいです。あ、申し訳ない。あ、これ、こんなこともあるんですよ。何の資料ですか、それ。どっかで見たら一番手前になっちゃいました。いや、なんでそんな。あ、申し訳ないです。どうなったらそうなっちゃった。こんなことよりももっと大事なご報告がありましたよね、国民の皆さんに。その通りです。はい、2017年1月7日土曜日、サンケイホールブリーズにて、お昼の2時からザ・ニュースペーパーの新春公演を行います。こちらチケットピアでお買い求めいただければと思います。府民ファーストでお送りします。アベノミクス。